面講師の友博です。よろしくお願いします。はい、今回は、子育て論的な、ことについてお話をしたいと思います。はい、以前、上げた動画の中で、うちの子本読まないんですけどどうしたらいいですかっていうような相談をされるご家庭があったり、はい、しますっていうようなことをお話しさせていただいたと思うんですけれども、はい、それと同時に、どうやったらこの子もいますかねとか、どういうふうに育てたらいいんでしょうっていうような、ご相談を同時に受けたりすることがあるので、あくまでも僕の経験則上の話なんですが、はい、こうしたらいいんじゃないのかなっていうようなこととか、これは良くないんじゃないのかなというようなことについて少しお話をさせていただきたいと思います。はい、最近の風潮というか、ここ近年ずっと言われているようなことなんですけれども、褒めて伸ばすというふうに言われていたりとかするので、はい、これは、正直とてもいいことだと思うので、はい、どこのご家庭もこちらは、推奨しています。はい、で、あと近年ですね、本当最近というか、ここ本当数年のうちに言われていたりとかするので、友達のような関係の親子っていう、ことを言われてたりするご家庭も中にはいらっしゃったりします。はい、友達だったりとか、お父さんお母さん、お父さんと息子とかだったら兄弟だったりとか、お母さんと娘さんだったら姉妹のような関係っていうような形ですね。はい、このように言われていたりとかすることがあったりします。はい、で、これは、正直なところ、少し言葉通りに受け止めすぎたりとか、言葉を履き違えて解釈してしまうとあんまり良くない方向に進むこともあるんじゃないかなというふうに僕は少し、疑問があるわけではないんですけれども、ちょっ と、捉え方を間違えたら危うい方向に行くのではないのかなというふうには思います。はいはい、何でも相談ができる間柄っていうような形とか、隠し事がないっていうような意味で兄弟だったり友達だったり姉妹だったりとかっていうような、本当に近しい関係でっていうような意味であればいいとは思うんですけれども、はい、お子さんが成長するにつれて親として立ち塞がらなきゃいけないような時、はい、これはどうしても絶対ダメだよとかっていうようなこととかを言わなくてはいけない時っていうのに、友達だったり兄弟だったり姉妹だったりとかっていうような関係で完全にそういう関係の築き方をしてしまうと、はい、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだみたいな形になってしまうので、親の別に威厳とまでは言わないですけれども、はい、でも何かそういうことは、きちんと、親の威厳的なものは保ちつつ、やっていかないと、ここに関しては言葉の履き違えで、良くない方向に行くことがあるので、はい、完全にこの言葉を鵜呑みにして本当に友達同士のような関係になるような親子、うん、っていうのはあまり、好ましくないような気がします。はい、でもね、先ほど言ったような、何も隠し事がないような関係を築きたい、ねというような話だったらいいとは思います。はい、
で、まあ、今その、まあ、別に上下関係、ね、親子で上下関係があるとかっていうわけではないですけど、親が理不尽に立ちはだかったりとか、どうしても、叱ったりしないといけないような場面っていうのがあるとは思うんで、はい、そこで、皆さんの中でもしかすると少しこの言葉を、きちんと分けて考えてらっしゃるかなっていう、ことが、はい、あります。それは言葉なんですけれども、はい、叱るということと怒るということは、はい、必ず分けてあげてください。はい、あまり正直怒るっていうのは良くないことですね、はい、感情に任せて怒るっていうのは良くないことです、はい、悪いことをしたら叱る、叱ってあげるっていうのは大切ですけれども、例えば、まあ、お母さんの持ち物をいたずらしてしまって何か、まあ、例えば口紅で鏡にいたずら書きするとか、まあ、ちょっと古臭いかもしれないですけど例えば、はい、まあ、あとお父さんの持ち物とかを勝手に何か漁って、まあ破ってしまったりとか壊してしまったりとか、ね、はい、そういうような悪いことをした時に叱ることはいいと思います、はい、でもそういう場面に遭遇した時に何やってんのあんたっていうような形で単純に感情に任せて怒るっていうのはこれは怒る話ですね。でも、子供ですね、お子さんが、はい、そういう、親とはいえ、まあ、家族のものだったりとか、まあ、むしろ、例えば友達のものとか、まあ、そうですね、他人のものっていうのを、粗末に扱って壊してしまうとか、まあ、そういうような形で、意地悪をするとかっていうことをした時にはそれはいけないことなので、それは必ず叱ってあげてください。はい、でも叱るっていうことと先ほど言ったように怒るということは違うので、はい、必ず感情に任せて怒るのではなく、はい、これはこういうことだからいけないんだよというような叱り方をするということですね、はい、それは、あくまでもしつけの、範疇ですね。はい、このしつけというのがしっかりできているかできていないかというのが大切ですね、はい、先ほどの、まあ、今消しましたけれども、友達のような関係だと、ね、これやっちゃいけないよねぐらいな注意の仕方っていうのは、まあ、それだと叱られてるってイメージもないですし、ちょっと注意されたかな、でもあの子もやってるからいいやとか、そういうような、捉え方をお子さんはしてしまうことがあるので、ね、いけないことは本当にいけないんだということを、きっちり叱ってあげるということが大切ですね。はい、でただ、なんでこんなこともできないのっていうような言い方っていうのは、それはもう怒る、それはもう感情に任せて、あの子、ね、他の家の子はできてるのに、うちの子なんでできないのっていうような言い方は、それは完全に怒ってる、はい、だけど、そうではなく、悪いことをしたんだから叱られるっていうのは、それは当然のことなので、それは叱ってあげてください。はい、でこのしつけというのはあくまでもご家庭の問題です、はい、例えば、まあ、最近というかもうね、普通で、お父様もお母様も共働きとかっていう形のご家庭の方が多いので、はい、で本当に、僕が小さい頃とかだったら、まあ、お母さんは常に家にいて専業主婦で、お父さんが仕事に行っていて、育児とかっていうのはお母さんに任せるっていう方とかの方がまだ多かったとは思うんですけど、はい、ね、そうではなく、お母さんもお父さんもお仕事なさってて、で、お家に帰ってきた時に、じゃあ育児は誰がするんだって、まあお父さんもお母さんも分担してするのが、まあ今普通だと思うんですけれども、はい、しつけというのはでもあくまでもご家庭の問題で、学校がすることではないです、はい、
学校はあくまでも、勉強を教えたりとかすることであって、まあ多少なりとも社会のルールっていうことを教えるという意味でのしつけ、ね、っていうのはあるとは思うんですけれども、最低限の、道徳的なことだったりとか礼儀とかマナーって言われるものっていうのは、それを身につけるのはご家庭のご仕事です。はい、それを、教育現場で、やるっていうふうになった時には当然、先生方っていうのは強い言葉を使ったりとか、まあ、もし、まあ、そんなねもう手を挙げるなんていうのはもう時代錯誤もいいことなので、はい、体罰なんていうことは絶対しちゃいけないですから、はい、そういうことは学校はできないです。はい、なのでやるっていうそういうしつけに関しては確実に、保護者さんの責任のもとでやってあげてください。はい、そうですね。はい、で例えばそのしつけをしている間に、まあもちろんしつけっていうのもお母さんとかお父さんがじゃあやらないからって言って手挙げていいかって言ったらそれも良くないことね、それも虐待になりますから、そういうことはしてはいけないですけれども、はい、でも、できないんではなくて、でやっていけないことを叱るというのは当然なので、まあ、その中で何度言っても本当に言うことを聞かない。それが、例えば勉強しないとかっていうようなレベルだったらいいんですけれど、で人のものを壊すとか盗むとかそういう、ね、犯罪につながるようなことであれば、それは、どうやっても実力行使で止めなきゃいけないことはあるかもしれないですけど、そこまで聞き分けの悪いお子さんっていうのはなかなか、いないと思うので、まあ、普通にきちんと普段からそこの叱るとか怒るっていうことを区別していればそこまでにはならないとは思うので、はい、なのできちんとしつけというのを最初からしていればそこいうような問題児って言い方をしていいのかどうかわからないですけど、そこまで大きな問題に発展することはないと思います。はい、で小さい頃とかで例えばですけれどもお母様お父様が少し目を離した隙に、まあ、リビングの方でガラスの割れるような音、例えばコップを落としてしまって割ってしまったような音っていうのがした時に、はい、一番最初に駆けつけて、どういう声のかけ方をするのかっていうことも結構大事だったりとかします。はい、でこの時に何やってんのあんた的な形でいきなり叱るっていうのと、何があったのとか、何やってんのっていうような怒り方をするっていうのと、まず最初にした何か音がしたけど大丈夫っていう子どもの心配をするのかっていうことでもだいぶお子さんの情緒を、ね情緒だったりとか情操教育的なところでは、大事な分岐点になると思います。はい、で例えばその先ほど言ったようにガラス製品のものとかをテーブルに置いとったものがそれが落ちて割れてしまったっていう風になった時にいきなりこの何があったの何やってんのっていうような叱り方をすると自分よりも先に物の方が大切なんだろうなっていう風にお子さんは考えます。はい、なのでもちろん割ってしまったことは悪いというふうに普通のお子様だったら多分考えてたはずです。その上に何やってんのっていうふうに上から押さえつけるような言い方をしてしまうと、はい、あやっぱり、自分よりもこういうものの方がお父さんお母さんは大切なんだっていうふうに子供は察知してしまいます。はい、それに対して大丈夫、ね、怪我してない、例えばまあ、ガラスコップが落ちたんだとしたらその破片で手を切ったりとか、ね、何か踏んだりして足を怪我してないとかっていうような意味で大丈夫っ
で大丈夫って声をかけた後、まあ大丈夫であればその後に、なんでじゃあ落ちたのか、ね、なんでコップが落ちたのかっていうのとかを一緒に話して、例えば、テーブルの端っこに置いておいたものがちょっとした弾みで落ちてしまったんであれば、ね、それは、まあ、端っこに置いてたら落ちやすいから、じゃあ、コップは真ん中に置いておこうねとか、ね、あとは例えば、まあ、その周りでふざけてたんであれば、そういうものがあるときにはふざけちゃダメだよっていうことをきちんとその後で叱ってあげればいいことです、はい、でもいきなりそれを先ほど言ったように何があった、何やってんのっていうような叱責をしてしまうと、お子さんは、ね、先ほども言いましたけれども、あ、自分より物の方が大切なんだっていうふうに感じてしまうところもあったりするので、まあ、ここでだいぶ差ができるのではないかなというふうにも思います。はい。あとはそうですね、よくあることというか、お母様お父様とか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかっていうのは、お子さんが怪我することを恐れます、はい、なので当然怪我をしないように、何かそのハプニングが起こりそうなもの、トラブルが起こりそうなものを先にこう排除していってあげるっていうことを、するとは思うんですけれども、それが必要以上にやりすぎるっていうのもあまりこれは僕個人の意見ですけど、よろしくないのかなというふうに思うことはあります、はい、例えばですけれども、階段を降りようとしていて、家の2階から階段1階までに階段があって、上で、遊んでて、で柵がなくて上から下まで落ちるってなったら、それは大怪我してしまうので、それはもちろん止めた方がいいんですけれども、例えば歩いていてちょっとした段差とかがあって、少し転んでしまうとかっていうことも、はい、例えばそれをじゃあ危ないからねって言って、一緒にもうお父さんとお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、大人の力でそれを、まあ、抱っこしてあげるなりして飛び越えさせるとかっていうふうなことばかりしていると、これは別に甘やかしてるとかっていうことではなく、はい、ちょっと転ぶぐらいだったらほぼ怪我しないじゃないですか、はい、少し痛い思いはするかもしれないですけれども、大怪我をするようなことではないんであれば、それは止めないで経験させてあげるっていうのも大切だと思います、はい、でいうのも、今のお子さんは別に過保護に育てられているというふうには思わないですけれども、はい、そういうトラブルになりそうなものっていうのを先に排除してあげることによって、怪我する機会っていうのがお子さん少ないんですよね、はい、ですると、自分も痛みを知らないので、人の痛みっていうのも知らなかったりします、はい、なので例えばいきなり何か物を投げつけるとかいうような形をして相手に怪我をさせてしまう、ね、うちの子には危険なことをさせてこなかったんだから、うちの子はするそんなことするはずがないっていうふうに、親御さん結構考えがちなんですけど、どれぐらいのことをしたら相手がどれぐらいの怪我をするかとか、どれぐらい痛い思いをするかっていうのは自分の体で経験したことがないので、それを、想像する力っていうのがないわけですね、はい、なので例えばちょっとした段差だったり、まあ、10センチ20センチぐらいの、段差で例えば、歩いてたとして、そこから落ちそうだと思ったら、もちろん目はかけておいてあげた方がいいと思いますし、はい、注意はしといた方がいいと思うんですけれども、じゃあ別にあえて突き飛ばすとかそういう意味ではなく、歩いてて、バランスを崩したら転んで落ちそうになるとかっていう経験をさせてあげる。で、そうすると少し怖い思いもするでしょうし、まあ、落ちて痛い思いをする前にちょっとまあ受け止めてあげるとか、でもね、ちょっと受け止めたけど少し足すりむいちゃったとか、はい、そういうような経験をするっていうのは大切だと思います、はい、なのでそういう痛みっていうのを
もう一切受けさせないっていうような形を取るっていうのも、まあ、悪いことではもちろんないんですけれども、あまりにそこまでしすぎると痛みを知らないっていう、ね、どういうことをしたら、体が痛いんだろうとかっていうことを知らないで育ってしまうお子さんがいるっていうことにもなるので、はい、多少の怪我とか、まあそれがね、先ほども言いましたけど、死につながるような怪我をわざわざさせなさいっていうようなことではなく、ちょっとした擦り傷とか切り傷、はい、まあそういう骨折とかそういう重症なものにならないようなことはしなきゃいけないですけれども、ちょっとした擦り傷だったり切り傷だったりとかっていうのが、はい、しても、ね、それをわざわざ全部排除してっていうことはしない方がいいんではないかなというふうに思いますっていうことですね。はい、あと、大切なことはっていうと、ということとやらないということは、イコールではないですよっていうことですね。はい、例えばやってみたけれどもできないっていうんであれば、それは何度でも教えてあげればいいことです。はい、でもそれをやらないっていうのは問題があります。はい、例えば何かやった時に、何かやろうとしてるところを、まあ、いきなり目をつんで、あ、多分あんたできないからやらなくていいよっていうような形にしてしまうと、挑戦もしていないのにその子の目をつむことになってしまうので、このやらないっていうのはなるべく良くないことですね。やらないっていうふうにしてしまうのは良くないことです。はい、やってみたけれども、あ、じゃあできないなっていうことであれば、じゃあできるまで教えてあげようとか、はい、っていう、姿勢っていうのはとても大切なのかなと思います。はい、でただ、お子さんにも特性特徴というのがあるので、まあ、それを一番身近で見てらっしゃるのが親御さん、保護者の方だと思うので、あ、うちの子にはこれは合ってないなとか、まあ、苦手なんだろうなって思ったら、じゃあハードルを少し下げてあげようとか、でやってみて、ちょっと上がったなと思ったら、はい、あ、じゃあもう少しハードルを上にしてあげようとか、ね、もうちょっとでできそうになるんだったら、まあ、少しもうちょっと手を差し伸べてあげようとかっていう風にして、できるっていうところに導いてあげればいいだけです。はい、それをどうせできないんだからやらなくていいよっていうことも、だからあまりそういうような許可の仕方というのは良くないかなというふうに思います。はい、で逆にハードルを高く設定しすぎるっていうのももちろん当然良くないですね。今オリンピックの例えば、開催期間中ですけれども、例えばサッカーをやりたいとかいうふうに言われた時に、まあ、男の子がサッカーやりたい、まあ、女の子でもサッカーやりたいって言って全然いいと思うんですけど、はい、じゃあサッカーやりたいって言ったけれども、じゃああなたいきなりオリンピックで優勝しなさい、ね、サッカーをやるからにはオリンピックで優勝しなさいっていうのは、それはあんまりにハードな、ハードルの上げ方ですよね。はい、そういうようなハードルの上げ方っていうのは良くないとは思うんですけれど、じゃあやってみようっていうようなこととかは、やらせてあげてみる。はい、まあ、勉強に関しても、例えば、数学が苦手だとか何か苦手な科目があるっていうのも、1回で覚えられる子もいますし、100回やらないと覚えない子もなかなかいたりもするので、はい、じゃあ100回やるのはさすがにお子さんはきついと思うので、じゃあこの子にはじゃあ、まあ、少しハードル下げてあげようかなっていうふうに思ってあげる。そういうようなことで、できないことっていうのをある程度、まあ、やらせてみて、まあ、できないんだったらできないで仕方がないのか、まあ、もうちょっとやったら、あ、この子できるようになったよ、できるようになるんじゃないか、ね、それは一番最初の褒めて伸ばすっていうところにつながるとは思います。はい、
なので、まあ、きちんと自分の、お子さんを、近くで見ていて、あこの子、うちの子は、苦手だから、あここまでできたんだから褒めてあげよう。ね、はい。で、まあ、ここまでできればいいや。まあ、だからといってあまりにハードル低すぎて低く設定しすぎて何でもあよくやったねここまでよくやったねだけで終わらすんじゃなくてじゃあこの問題できたんだったらじゃあここをもう少しハードルを上げてじゃあこれにちょっと挑戦してみようかっていうような形で楽しみながら、上に上にっていうふうに上げるっていうことがいいことなんじゃないかなと思います。はい、それでもできないであれば別にできなくて僕はいいと思います。はい、ただやらないっていうのは良くないことなので、はい、やってみてできない、ね、で先ほど言ったようになんでできないのっていうように感情的に怒るっていうことよりは、ね、なんでやらなかったの？やらないことは良くないことだよ。でね、やってみて、それでできないんだったら仕方がないけれどもじゃあやってみなよとか、ねはい、例えば、まあ、中学生とかだとワークをテストごとに提出してくださいとか、まあ、単元ごとに提出してくださいとかね英語のワークとかもそうですけどそういうものを僕できないからやらないよっていうことではなく答え移してでもいいからとりあえず答え見ながら書いてみようよっていうのがね大事なことなのでそれはできないっていうことを気づかせてあげるきっかけでもあります、はい、でできないことは特に恥ずかしいことではないですし先ほども、言ったようにできないんであればじゃあ何度か練習させてみよう、はい、でそれでもできないんだったらまあ仕方がないかなっていうふうに諦めようとかっていう、まあ、諦めるというか先ほど言ったようにハードルを少し下げてあげよう、ね、例えば難易度が ABC とかってあったら A の問題はできるようにしないとさすがに、ちょっと問題があるかもしれないから A レベルの問題はできるようになっておいた方がいいだろうなと、ねはい、でも苦手な科目なのにいきなり C レベルの問題までやらなきゃいけないっていうふうになるとそれは苦痛なのでじゃあそれは答えを移すだけでもいいからでもちゃんと答えを見ながら移してなんとなく理解できるんだったらそういうふうに仕向けてあげるって言い方するとなんか失礼な言い方になるかもしれないですけどそういうような形で導いてあげるっていうことが大切なんじゃないかなというふうに思います、はい、という感じですね。はい、なのでまあ子育て論っていうほど偉そうなことではないんですけれども、ねまず褒めて伸ばすっていうことはまあ本当に推奨できることなのでいいことだと思いますっていうこととその友達のような関係っていうのは、言葉の履き違えっていうのがちょっと注意が必要なのでまあそこは少し、きちんとあとお父様お母さんの目で見分けてあげてほしいっていうことと叱ると怒るっていうことは全然違うことだよっていうことですね、はい、あとは、しつけっていうのはもう本当に親御さんの責任なので学校にしつけっていうのを、任せるっていうのはそれは他人に子供預けてる完全に他人に自分の子供の教育というかしつけっていうのを押し付けてる行為になってしまうのでそれは後でどんな子供が育とうが、文句言えない立場になってしまうのでそれはよろしくないということ、はい、あとは、そうですね声をかけるとき、ね、お子さんのことをまず先に心配をする、はい、でその上で、悪いことをしたんだったら叱ってあげる、はい、で、あとはそうですね、怪我をするっていうのをあまり恐れすぎない、はい、大怪我する心配があるんであればそれは取り除かなきゃいけないですけれどもちょっとした怪我とか痛みを知るっていうのもそれも一つ の学習なので、ね、そういうことを、全て排除して、いわゆるレールで親が敷いたレールに乗せるだけっていうのは
あのお子さんの人生としても楽しいことではないので、まあ、そこまでしないで、まあ、多少の痛みを知るっていうことは教育上、いいことだと思うので、まあ、全てを排除するっていう必要はないかなっていうことと、最後にこのできるできない、できるできないとやるやらないっていうのはまた別の問題なので、はい、ね、やってみてもできなかったら、じゃあできないんだなっていうことに気づかせてあげて、じゃあできないなりにどうしたらいいのかっていうのを一緒に考えてあげる、はい、でどういう対策を練ろうかっていうことを考えてあげるっていうのは親御さんの役目なのではないかなというふうに思ったりします、はい、というのが僕の意見ですね、はい、であくまでもこれは個人的、僕の個人的な意見なので、もうこれが正解だというわけでもないです。で、最初にも言いましたけれども、大体子育てとかで悩んでいるご家庭というのは、例えばその子育て論とかで、こういうふうに育てれば子供はいい子供が育つとか、ね、こういう成功例がありますというような本をいろいろ読んでたりするご家庭とかだと、その時その時で母親父親の対応が変わってしまうっていうふうになると、お子さんの方が戸惑ってしまいますし、あとよろしくない点というのでいくと、お父様お母様もその子育て論が全然別のものだにもかかわらず、これを試してみた、これ試した、これを試してみたって思うけれども、でもそれぞれ違うことをやってて、でもそれは言ってる人が違うので、この人の言う通りでやってみたけれどもダメだった、じゃあこの人のせいだって責任転嫁ができてしまうので、そうではなく、あくまでも自分の、子供に、合っているのかどうかっていうのをお父様お母様自体が、一度きちんと消化した上で自分のものにして、それが合ってるものなんだったらそういうことに徹底しようっていう一貫性を持たせた、教育っていうものを、ご家庭でもしていただけたらなというふうに思って、今回の動画にさせていただきました。はい、ということで参考になったかどうかは、ね、ちょっとわからないんですけれども、はい、そういうような、考え方もありますよというような一例としてご紹介させていただきましたので、まあ、ご賛同いただける方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録・高評価の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。